こんにちは。さて、白菜の続きやってきます。白菜あんな大きいの買ってもね、食べきれないみたいなことはあると思うので、今日はその白菜レシピの続きやってきます。これね、何作るかっていうと、ちょっと中華風のうま煮、なんていうのかな、中華丼みたいなやつです。で、ちょっと片栗粉は使わずにやっていこうかなと思います。で、白菜この根っこの部分は少し切り取っちゃいます。切り取って置いておきます。でね、お味噌汁の動画見ていただくと分かるんですけど、お味噌汁の時はこう切ってました。で、こうすると白菜割と硬いまま残ります。で、今回はちょっと中華風でトロトロっと煮込んでしまって柔らかくしたいので、切り方を変えます。こう切って繊維に沿って縦に切ってあげます。こうすると途端にトロトロの柔らかく煮込めるようになるんです。これを繊維に沿って、この硬い白い部分ですね、こういうふうに縦に切っていってあげます。白い部分を縦に、こうすると柔らかく煮込んでいけるので、ちょっと切り方を変えるだけで食感が全く変わりますね。よし、でこれシンプルで簡単です。白菜とネギとあと卵を使うだけです。野菜としては、あと調味料は、今まで使った、料理酒、オイスターソース、ごま油、醤油、塩、胡椒、砂糖、それだけでできます。で、片栗粉でとろみをつけたいな、その方が好きだなっていう方は水溶き片栗粉を用意して最後に入れてあげれば大丈夫。まずこれで白菜切れました。白菜準備 OK で、ネギも切っちゃいます。縦長にこうやって切ってあげます。少しね、ネギが入るだけで香りが良くなるので、ちょっと入れてあげてみてください。これね、ネギなくても全然大丈夫です。美味しいので。で、材料カットはこれで終わりなので準備 OK です。では、フライパンに火つけます。中火くらいかな。では、炒めていきます。火つけて、で、ごま油入れます。これね、ちょっと多めに入れてあげていいです。その方が香ばしく美味しくなります。少し温めましょうね。あんまり早く入れちゃうと良くないんで、少し温めて入れた時にジューッと音がするぐらいがちょうどいいです。どこだ、こんくらいで。で、フライパンの大きさとよく見て白菜入れる量は考えてみてください。ネギと白菜両方一緒に入れちゃいます。強火から中火に戻して炒めていきます。それでよく野菜に油をまとわせてあげて火を通します。今回のこれは、焼き目をつけたいわけではないので、触らずではなくて炒める場合は箸なり手なりを動かしながら火を通してあげてください。葉っぱの部分はすぐしんなりしてきますね。芯の部分もこれ後で煮込むので、完全に火を通す必要はないので大丈夫です。ちょっとこう油をまとわせてあげて行くだけですね。ただ生のものを茹で汁というか煮汁の中に入れるよりは、こうやって最初に油で炒めてあげることで旨味がより出てくるので、そうした方が美味しくなります。ちょっと一手間ですけどね。
はい、だいぶこう最初の量とはしんなりしてきて、フライパンの中に余裕が出てきました。うん、いい感じ、いい感じ。これね、ご飯にめっちゃ合うので、ぜひおすすめです。少ししんなりしてきたら、ここでお水入れます。さて、こうやって少しずつさっき入れたお水が沸騰してきました。こうなったら鶏ガラスープ入れます。鶏のガラスープ、これ入れるとね、途端に中華味になるので。はい、もう私は目分量です。この鶏のこの旨味が欲しいので、ね、こんくらい入れちゃいます。これちょっと溶かしてあげて、こうするともうチキンスープになりますね。中華味です。で、ちょっと甘みが欲しいので砂糖入れます。今日は沖縄で買ってきた黒砂糖入れます。小さじ半分ぐらいかな、ちょっと甘みが欲しいんでね。で、砂糖は料理の時は先に入れてあげる、差しすせそうな法則です。で、お塩少々、胡椒少々、料理酒入れます。で、お酒はね、必ず入れたら煮立たせてあげてください。今回なんでかというとアルコールを飛ばさなきゃいけないね。で、オイスターソース、これね、料理しないとなんか使わない感じするからあれなんですけど、まあ、これからも料理紹介していく中でオイスターソースは定期的に使っていくので、使い切るようにするので、ぜひ冷蔵庫に入れといてあげてください。そうするとちょっと料理の幅が広がるんで、これかな。よし。で、あと醤油入れます。もうね、中華系の甘いいい感じの醤油の香りがします。大丈夫かな。で、これでしばらく煮込んでいきます。では今ね、5分ちょっと、5分、6、7分ぐらいかな、クツ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 と煮てきまして、こんな感じに少し煮汁も煮詰まってきてます。で、白菜もこんな感じでトロトロンと柔らかい感じになってます。こうやってここまでになったら出来上がりです。で、だいぶもうこれで汁自体がとろみがつくので、僕はここで片栗粉は使わずにいきます。片栗粉でもうちょっととろみ欲しいっていう人は、ここで水溶き片栗粉を入れてくるくるっと混ぜてあげればいいと思います。では火を止めてお皿に盛り付けていきます。では盛り付けます。まだこれ途中なんですけどね、とりあえず白菜がこんな感じでとろっと煮えてきたので、これでまず白菜をお皿に盛ります。なぜかというと、フライパンで卵をこれから焼くからです。ほら、くたっとしてるでしょ。これね、中華風の美味しい味付けにしてあるので、ご飯進みますよ。まあね、僕はこれ単調糖質制限中とかご飯食べちゃあれなんでね、食べないですけど、例えばこの間紹介したあの麻婆茄子の糖質ゼロ麺のやつでも、これかけてあげてやったら美味しく食べれるので、それもぜひやってみてください。こんな感じで白菜持って、汁もちょっと持ってあげてください。はい、では卵を焼いていきます。贅沢に2つ使っちゃいます。混ぜてあげてください。で、塩はこれ入れなくていいです。なぜかというと、この白菜の方の旨煮のタレがなかなか濃いめの味付けになっているので、ここでちょっと塩入れないで
バランスを取ります。では火をつけます。では本当ね、最近のフライパンは熱の伝導率がすごいいいので、すぐ温まるから便利なんですよね。で、中華はまあ火をフライパンをよく温めてあげてください。その方が美味しく仕上がります。少し置きます。少しね、お水が残ってるとかチパチパチパチとかって言うんですけど、もうちょっとここから早いんでよく見てください。いきます。OK。ここで卵仕上げします。もったいないからちゃんと綺麗に入れます。で、ここでカチャカチャカチャって一回混ぜてあげてください。スープは固まらないので大丈夫ですよ。で、こうやって穴を塞いでずっと綺麗にして、でこうね、少し寄せてあげます。ちょっとお肌みたいな感じでちょっと寄せてあげます。ちょっとこうやって少し固まってきたらもう終わりで、順序があれです。ここでこのままいきます。このまま、まだくっついた。このまま少しね、半生ぐらいでこのまま、あー綺麗にいけるかな、あーよいしょ、ついてる、僕がくっついてる、くっついてる。これでトロンと入れると成功だったんだけど、ちょっと失敗しましたが、まあよしとしてください。こうやって乗っけてあげて、よし、よし、はい、出来上がりました。白菜の旨煮の卵焼きのせです。どうでしょう、あったくて美味しいですよ。ご飯にかけて召し上がってください。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。いいねとチャンネル登録何卒よろしくお願いします。 Thank you for watching。 ではではまた。